えっと海外ドラマを見ることは効果ありますか多くの人にとってはあんまり意味ないと思います意味ないはい。僕も大学生の頃にフレンズ見たら英語喋れるようになるでって言われたんですよでフレンズめちゃめちゃ見たんですけどフレンズみんなお勧めしてますよね英語学習でいいってみたいな聞いたことありますよあります。ダメなんだ変わらなかったですか僕がダメだってできた人を食べると思うんですけど負荷が高いんだ高すぎます多くの人にとってはレベルが高い人がフレンズ見るのは あフレンズじゃなくてもいいんですけど、はい、海外ドラマ見るのはあの、はいいい,いいと思います確かにネイティブなのスピード感とボキャブラリーはやっぱりあれもう頂点ですからね基本的には海外ドラマとかって <laughs> 頂点